はい、こんばんは、新庄です。伊達です。皆さん、1年お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、ということでね、今回は忘年会をしようと、はい、来たわけですが、ここはどちらでしょうか。はい、ここはですね、僕たちの始まりの地と言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、中野でございます。はい、中野です。はい、もともとね、1年前ほどに中野でルームシェアをしていたわけで、はい、中野のね、お店にはよくお世話になっていましたので、はい、久しぶりにちょっと訪問してみようかと。そういうことです、ね。はい、プライベートなことなんでね、あんま中野とは言ってなかったんですけど、ね、はい、まあちょっと勘のいい方はね、まあ中野じゃないかとめちゃくちゃ遠くだからね、街中で言ってる方もいらっしゃいましたが、はい、そんなゆかりのある土地でね、今日はちょっと忘年会をして、はい、まあ、1年をちょっと振り返っていこうじゃないかと、はい、いうことで、まあ、飲みますか。そうだね、はい、早速ちょっとお店の方に向かいましょう。はい、ここのちょっとしょっぱいイルミネーションですが失礼去年のね、あのクリスマス動画でね上げてるので本当に誰も知らないと思いますが、撮った覚えがありますね、ここは、はい、まあ、なんかサムネイルにも確かにしたと思う、うん、したしょっぱいイルミネーションもう懐かしいところがいっぱいあるので、ね、感慨深くなるほどそんなに久しぶりではないけどまあでも1年前撮ったなっていう感じがしますよね。じゃあちょっといろいろ回っていきましょうか。ということでね、久しぶりにうろうろしているわけですが、やっぱいいよね、いいね、なんかワクワクするよね、こんな感じ、下町感というかね、この感じが良くて住もうってなったわけ、うん、そうだね、やっぱいいよ、やっぱいいよ、いや、ね、はい、というわけでやってまいりました。嬉しいですね。いいですね、この外で飲む感じ。寒いんですけど、寒いですけど、あえてね、そこを外で飲むっていうのがねごめんなさい、ごめんなさい、しっかり寒いまあね、それがおつなんじゃないでしょうか。ということで、乾杯しましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いいですね。ありがとうございます。なかなかこう外で飲む機会というか、飲みに行く機会がなかったので、うん、この1年はねフルでやりましたあまり休みがなかったので、こう久しぶりにね、こうやって中野に帰ってきて飲むってね、幸せなことなんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあ、今年1年やってきまして、はい、結構ね、うん、チャンネルを取り巻く環境が変わったんじゃないかなと。そうだね、思いました。去年の初めがどうだろう、7、8000人ぐらいだったよね、登録者数、ね、まあ、そうだね。そこから一応、まあ、5万人っていうね、目標を掲げてやってきましたけども、はい、つい先日達成しました、はい、なんとかね、皆様が見ていただけるおかげで本当にありがたいね、うん、まさか行くとは思ってなかったけどね、はい、まあ、目標には、ね、してたけど、うん、それにね、いや、努力をしてと自分で言わないんだよね。そういうの言わないんだ。まあでもすごい感慨深いものがありますよね、5万人っていう数字を考えると、ね、結果としてこう出るのはね、うん、嬉しいことで、その5万人っていう数になってくると、うん、やっぱりこう自分たちでも思いもよらないこう変化というか、そうだね、っていうのが出てきて、うん、今年はなんか、まあ、いくつか案件もね、うん、やらせてもらったり、いや俺らみたいなのに案件が来るんだってそうだね、本当にありがたいよね、うん、案件もそうだし、まあ、最近ね、あの俊平さんとのコラボも出まして、あ、そうね、うん、コラボ動画も撮れまして、今後もね、あのどんどんコラボはやっていきたいなと思ってますのでね、うん、もっともっとチャンネルを大きくしてどんどんやっていきたいなと思ってます。まさか俺らみたいな一般人がさ、うん、あんな全国のテレビに出るような芸人さんとコラボできるなんていうね、日が来るとは思いませんでしたけど、まあ、やっぱ頑張ってやってきてよかったなと思いますよね、うん、そういうのは。あとはね、あの週刊女性さんの方から、あ、取材ね、うん、取材をいただきまして、あ、まあ、週刊女性さんね、もう知ってるよみたいな、知ってるよ、知ってるよ、読んだことあるないけど、まあ、だってね、あの女性向けの雑誌ですからね、そうだね、うん、俺が週刊女性読んでたら、それはそれでね、親って感じだけど、まさかそんなに有名なところからね、うん、取材の依頼が来る、男性看護師のあるあるっていうところでね、現場について話してますけど、まあ、ちょっと現場から離れているのでね、タイムリーな情報ではないかもしれないけど、でも変わらないところではあるからね、男性看護師の悩みっていうのはね、変わらないから今こうなってるそうだね、ずっと変わってない、まあ、これを機にね、少しでもこう男性看護師が増えるとか、看護師としてのはどうなのって思うところのね、問題提起になればいいかななんて思っております。いや、中野の居酒屋はいいな、うん、本当に雰囲気いいよね、うん、この都内でも飲み屋っつったら中野っていう人が結構ね、あ、本当多いんですよ。渋いお店が多いんでね、うん、そういうのが好きな人はバツッとハマると思います、ね、中野で飲み屋での出会いとかもさ、結構あってさ、うんうん、カウンター席だけのたこ焼き屋さんね、で先生とね出会いましてね、ノラの医者と出会いましたね、すごい面白い先生ね、伊達くんがガールズバー連れてかれるベロベロの医者にガールズバーに連行されるっていう、
シュンピーさんとのね、あのショート動画でガズバ行くよ、ガズバ行くよって、あれ実体験だから、ね、そうリアルにめちゃくちゃ偏差値下がってた、それがあの面白かったっていうのはいいよね、ああいう出会いがあるけどね、ああいうそう、ちゃんと飲み会の時にバカになれるっていう人はすごい素敵だなって俺は思います、ね、うん、まあそんなこんなんでね、うん、5万人とようやく達成したわけですけど、うん、それこそ去年の年末はまあ7000人、8000人ぐらいで、うん、結構くすぶってたわけで、そうだね、やっぱ撮影もいろいろね難航してというか、うん、結構大変な撮影も多くて、去年の12月はさ、あの毎日投稿をやっててさ、そうなかなかね再生数も伸びず辛い時期ではあったんだけど、辛い時代でしたよね、今月はね楽しく撮影を進められてよかったかなっていうね、うん、でもまあその中で割と大変な撮影っていうのが結構あって、やっぱいろんな大変さがあるじゃない、うんうん、俺だって結構台本をしっかつり書くというか、そうだ、ね、うん、結構セリフも決めて撮ってたりするけど、うん、台本がなかなか書けないとかそう、あとは長台詞ね、そう長台詞とにかく長台詞を覚えるのが大変っていうね、それでテイク数をそしてめちゃくちゃ撮り直す、いつまでも撮影終わらないみたいなどれが一番大変だった自分的には。俺はね今言ったけどやっぱり長台詞だね、うん、最近で言うと看護師は名探偵みたいな看護師に向けた動画なのかどうかっていう、もう関係なくなっちゃってるけど長台詞を覚えながら喋るっていうね、そうね、今まで看護師をしてて経験したことがないね絶対普段なら言わない言い回しとかさそうそうそう、あれ大変だったよな、うん、確かにあれセリフ多かったね。ゆうくんはなんかある？俺ももうダントツで井出幸、あー井出幸も長いもんね、あの台本書いてる自分なのに、なんかあのひろゆきさんが言いそうなことをバーってこう羅列していくとどん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 セリフが長くなって自分で言うのにそれでむちゃくちゃテイク数を重ねて自分で自分の首を絞めるっていうね、めちゃくちゃもうドツボにはまっていって、でも俺がテイク数を重ねてるということは新庄も同じくテイク数を重ねてそうそうそう、でその時新庄のセリフが患者さんの家族の役でちょっとダミ声でおいちょっと喉が潰れるって、ね、何回おいちょっとガチで20回ぐらい本当に本当に撮ったおいちょっとおいちょっとどんだけおいちょっとって言わなきゃいけないんだ、新庄の喉も限界を迎えるって確かにあれは大変だったな。あとはね、うん、ボーナスルーティンだね、何を隠そう、最近12月ボーナスルーティーン上がりましたけど、ついに上がりましたね、あれ実はもう去年から割と定期的に上げてる動画でして、うん、まあね家くんがね踊り狂うと街中でまあ見ていただいたら分かると思うんですけど、いっぱい人がいるんですよ世の中地方はメンタルがね、人がいるんですよ、まあ、なるべくあのご迷惑をおかけしないように避けて撮ってますけど、はい、でも見られちゃうんで、そうだね、しかもあの視聴者さんもなんか見ましたみたいな、あそうそう見られてるみたいな、うん、めちゃくちゃ恥ずかしい、試行錯誤ああでもないこうでもないとか言いながらやってるの見られるのめちゃくちゃ恥ずかしい、裏側を見られるっていうのはだいぶ恥ずかしいよ、ね、本当あれはね心が何回も折れそうになりながら撮ったりして、そうだね、あのボーナスルーティーンのことを考えると頭が痛くなってくるんですよね本当にうってつい最近上がったボーナスルーティーンはほぼ日帰りで北海道に行ってるんですよあれを撮るためだけにだからコスパ悪すぎるっていうね寒いしね、だからみんな見てください、うん、絶対見てください、そうじゃないと救われないんで井出くんのダンスがね、うん、こちらかって撮影いろいろありますけど、うん、一番つったらまあその辺かな、そうだね、逆に結構スムーズに撮れるやつとかもあるよね、うん、俺個人的に自分が一番好きなのが実況する動画、あ実況ね面白いよね、サッカーを見るのがすごい好き であの実況の言い回しとかああいうのをなんとなくこう自分にインプットして、うん、それをこう動画で出すみたいな、あれはすごい好きで、台本も結構セリフ量あれも多くなっちゃってるけど、うん、あれはでもすごい楽しみながら編集も楽しくできて、あれ結構俺は好きな動画かな、確かにこう台本を書いてる途中に楽しいっていうのは、まあ、撮影も楽しいし編集まで楽しいから、うん、ずっといけるんだよ ね、 そうね、あんまり抵抗がないというか、うん、やっぱ編集作業もいろいろ大変なところはあるけど、編集してる最中からちょっとこう自分でもちょっと笑っちゃうみたいなこれちょっと面白いな、ね、うん、確かにあるよねあの VAN とかバカバカしすぎて自分であのうんちのイラストをこうやって引っ張ってきて拡大とかしてLINE こうやって入れて引いてさなんでバカバカしいんだこれみたいな本当にあれはちょっと自分でやってて我ながらバカバカしすぎて笑っちゃったけど、そう大体の動画がバカバカしいんですね特にね基本的に僕らの動画ってね、それをコンセプトにしてるというのもあるけど、ね、でもまあそれはね作ってて楽しいよね、何やかんや言うてああいうバカバカしいのが好きだったから、うん、新庄はどの動画が個人的に、まあ、最近で言うと、うん、
やっぱりババさんかな。ババさんね。ババさんは本当に僕ペンが走るんですよ。ババさんの台本を書いてる時は。なんかね作家が降りてくるらしいですよ。そうそうそう。でねそれなんでかなって思ったら、韓国のこと全く関係ないこと書いてるからかなっていうのをね自分で思って、あそういうことかみたいな。ババさんの人生物語を書いてる時だから。ただのストーリーなんだろうな。確かにあの動画で韓国の要素ゼロだった気がする。韓国技術とかね何も関係ないので、ババさんには。とりあえず熱い熱い言わせとけばね、なんとかなるから。だからババさんは本当に台本書いてるのも楽しいし、撮影編集も楽しいから、楽しくできる一連の流れを。俺は結構しんどいんですよ、ババさん。ズラがかいいんだよな、むちゃくちゃ。ズラって言ってダメだ。ババさんは別にいますか、架空の人物が。あくまでそこの設定は保ってたりっていう。言いてるみたいな。まあまあでも面白く仕上がっている動画で。でもどうなんだろうね、俺らがこう楽しいと思って作った動画と見てる方が楽しんでこれいいって思ってくれてるのがまた違うかもしれないからね。往々にして乖離してるよね。俺らの好みと。そうかもしれない。大体さ、面白いなと思った動画は作り終わって最後エンディング流すじゃん。最後まで見て出る感想がなんやこれ。自分でね編集中はちょっと気づかない。通しで通しで最後チェックして、あのエンディング音楽流して、うんうん、なんやこれ。なんやこれ。ちょっと不安になるよね、これを世に出していいのかみたいな。まあそれがね面白いんだよね。そうある意味ね、うん、なんやこれっていうの出る動画は結構楽しんできますね。それもそれでいいのかな、うん。まあ、順調にいく撮影はたくさんあったけど、うん、この年内で、うん、マイベスト動画何がある。マイベスト動画いろいろありますよ。いろいろありますけどね。それはいろいろあります。息子たちですからね。息子たちを世に出していったと。気持ち悪い表現の仕方だ。息子そう、ね、いろんな動画ありますけど、強いて自分の中でこれって言うなら何がある。そうだな、まあでもいろんなこう要素を加味して、うん、シュンピーさんとコラボしたハウツー動画だなと。まあ面白いよね。は思う、ね。っていうか、まあ、シュンピーさんに限らずハウツー動画は結構好き。面白いね。あれ僕のネタなんですけど。主張しないでください。主張しないでください。あれ僕のネタなんですけど。これね見てる方はどっちが台本書いてるかって分からないので、ね、ちょっとそこもね構造をしながらね見てもらえると面白いかなと思うんですけど、まあ、圧倒的にね再生数をね増してるのは僕の書いてる動画なんですよね。これ反論できないけど実際そうだから。俺はねもうそうなんですよ。多分ね、井出くんはね、ちょっとニッチなね、お笑いが好きというかね。いや、なんか、そう言われても、そうかもなって、ちょっと、なってきちゃってる。あの、多分動画で見てると、井出くんは結構クリーンなね、イメージがあると思うんですよ。彼ね、すごい歪んでますから。めちゃくちゃ歪んでるんですよ。史上最年少雷おじさんだから。僕大学の時に井出くんね、留年して降りてきたわけですけど、みんなで自己紹介っていうのがあってさ、覚えてるかな、うん、で井出くんが言った自己紹介が、誰よりも沸点が低いですっていうのを言ってたの俺すごい覚えてて、そんなこと言った俺。でもすげえ怒りやすい人なんだで、まあこれ今もう10年近くね一緒にいますけど、あなるほどこういうことかと。ちょっとね歪んでるんですよ彼。動画ではみんなね正統派なね感じで見られてると思うんですけど、全然そんなことないんですよ。頼ってる。頼ってるよな。口悪いんですからねこの人。最年少雷おじさんって言われてますからね。言われてねえよ。ここで言ってるだけだ。なんで最年少雷おじさん聞いたことね。若干30にして雷親父の片鱗見てますからこの人は。ブラすぐちょっとでも気に入らないことがあったら。よいしょ。小さいことが関係ないからね。おいこら。女子も関係ない。最低平等。だからね皆さんちょっと誤解しないでおくださいね。そういうねところも裏側もありますからね。まあでもその性格が出てニッチなお笑いがね好きっていうのはあるかもしれないよね。まあそうだね、うん、正統派はちょっとわからないというのはあるかもしれないですけど、うん、まああのハウツー動画に関しては集大成と言ってもいいんじゃないでしょうか。もう集大成出していいの。あれで今までの積み重ねがまあこう出たなっていう台本もそうだし、まあ、シュンピーさんとコラボできたっていうのもそうだし、そうだね、シュンピーさんにね俺の考えたネタをやってもらえるなんてそんな、うん、こんな嬉しいことないですよ。シュンピーさんの要素はだいぶ薄かったけどあの動画に関してはやっていただいたという感じで、うん、でも楽しく撮影できたよね。そうだね、シュンピーさんめちゃくちゃいい人で、こんな腰の低い先生見たことないですからね。そう、不思議なもんでシュンピーさんっていうか先生って呼んでたそうだね、やっぱ自然に先生って出ちゃうよね。先生どうしますみたいな。一緒に働いてるわけでもないです。普通にお医者さんにお伺いを立てるみたいな感じ。看護師マインドがもう培われてるからさ。そうそうそう、先生には先生ってなっちゃう、先生って言っちゃうんだよ。まあ、そんな感じで今年あれが一番、まあ、自分の中でしっくりくる動画かなと思う。面白いよね、うん、ハウツーは。逆に新庄は、俺はねどうかな、
いやどの作品も自分の中では一番と思って出してはいるわけですが本当か本当か、まあ、出してはいるとは言いつつね、まあ、C っていうならどうかな、夏にあげた恐怖のインシデント、うんホラー風ホラー風のね、あれも台本書いてて、うん、まあ、最後までね撮り終えて、で入り口にナレーション入れてもらって最後動画チェック終わった後に渾身のなんやこれって言いましたからねなんやこれっつってあれが一番のなんやこれバカバカしすぎてラムネ入れる感じはいないからでもあれも普通に台本書いてても楽しかったし、撮影も楽しかったし、うん、編集してても楽しかった。だからああいう動画を今後もね書いていきたいなとそうだね、やっぱりね看護師のこうリアルな部分は伝えつつも楽しく見てほしいっていうのがね、はい、あるからね。そうだね、まあ、いつまでも看護師の現実ばっかりね出してたら、うん、とても暗いチャンネルになっちゃうそうそう本当にそう、うん、明るくね明るく見れるような動画っていうのはね、看護師じゃない人にもねぜひ見てほしいっていうのはあるから、ぜひぜひ進めてもらいたい、うん、そうだね。まあという感じでね、いろいろ話しましたけど、せっかく忘年会ですので2軒目いきますか。しますか。これだけじゃ終われませんよ。終われませんよ、中野の夜は長いですから、5時からが勝負ですから早いとにかく早い、はい、じゃあ移動しましょう。そうですね。ここは、中野にあるデゲというね、はい、小焼居酒屋になりますか。ここは小焼居酒屋、ここでね、イデ君はね、あの先生と出会ってガールズバーに連れてかれるから、ノラと一緒に出会ってガールズバーに連行されましたとてもね、アットホームでいいお店ですので、ぜひ日本一売れない役者がいますので、2人とは言ってない2人とは言ってない2人とは言ってない、すごいいい店だね。たこ焼きがうまい。スラムダンス見た？見てないの？絶対見た方がいいよ来週行ってくる。え、慎吾さんも行ってないですか？来週行く。いや、めちゃくちゃいいですよ。マジでいい。原作は読んでますよね。すごい。そう、なんか普通に泣いちゃったもん。俺も泣いた、うん、ずっとうるうるしてた、うん、なんか自分がずっと前に読んだ漫画がこうやって映像になって、マジで映画になってるよみたいな。このたこ焼きめちゃくちゃ、はい、はい、あ、まあ、言うてもそんな熱くないでしょ。言うても、ね、まあ、まあ、言うても、まあ、言うてもたこ焼きだって一般人ね、口強いですからね、まあまあ、食べれるっていう、口強いですから、いただきます。出すなよ、2人でも言いましたか。丸々出てきたわ。いや、うまいな、うん、ファンか、すごいね。おめでとう。あと5万だね。あと5万、そうですね。お、来年は銀の盾をもらいに行く、狙います。あれだね、看護師の彼氏が作る飯は看護飯ね。そうだよ、ダブルじゃない。あの時は本当にちょうど一番低迷してた時期だったから、あの企画が悪いとかではなくて、確かにダーツだもん。俺それいいじゃん。全然伸びないで。今出したら1万何千円いくと思う。それはあの企画の力じゃなくて俺らの力なんだ。この前ってコンディションない？めちゃくちゃコンディション、コンディション、俺コンディションにめちゃくちゃ左右されて、コンディション、うん、状況かな、やりやすい状況か、やりやすい状況か、あ、それはあるね。フィールドコンディションあるかな、あります。最初モノマネのコンディション、いや、喉のコンディションある。俺めちゃくちゃあって、自分でこうやって驚くほど似てないときがある。あれあれって。薄いよ。一人でやるってなんて無理やもん。メンタルもな。センスがないと、才能がないと、YouTube 絶対無理だね。複数にいるってめちゃくちゃ大事だと思う。だって自分一人で締め切りを決めてやってても、全然身が入らないけど。自分がやんないと迷惑かかっちゃってやるから、複数人って大事だな。一人でやってる人はマジですごいと思うわ。メンタルがやばいと思う。そんなことないよ。日月で撮影日設けてて、で、まあ、それでまあ週3本3本と取りだめして編集して台本書くから、もうずーっとそれに追われてるわけ、うん、だから
飲み行く時間まあないよね、うん、いや本当に。おでんのドラフト会議をさせていただきまして、卵、大根、こんにゃく、ちくわぶという最強のオールスターいただきました。ちくわ、厚揚げ、さつま揚げ、ちくわ、はんぺんというすり身中心の食べよったオールスターでました。めちゃくちゃうまい、うまいな。こんなに食うおでんってうまいよな。寒きゃ寒いほどいいか、おでん。キーペンかめちゃめちゃこれうまうまい、うん、言えません言えません。絶対にはオールスターがいますから。代わり種にいけないっていうのはやっぱちょっと YouTube にしっかり全部負けてるんですよ、あなた。ドラフト負けてるんですよ。ありがとうございます。はい、ということで美味しいたこ焼きとね、いただきました。もうほぼプライベートでしたけど、本当に動画に流せる内容がほぼなかったということでね。はい、いい忘年会を過ごせたんじゃないでしょうか。久しぶりの中野、最高です。突き上げさせていただきました。じゃあ行きますか。はい、はい、じゃあごちそうさまでした。ありがとうございました。さあお願いいたします。あ、こっち待って。ダーツーです。すごい、ありがとうございます。ではまた、はい、またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございます。またお待ちします。本当にビッグになってね。ありがとうございました。さよなら。いや、これですよ、中野は。これなんだよ。本当にね、中野の人はみんな温かい。中野に一度住めばみんな温かくなる。ということで僕らもね、温かい。温かい人間になれましたよ。いや、いい気持ちで今日は帰れるんじゃないでしょうか。よかったね。一年の終わりを越して中野で過ごせたことはね。最高にね、いい締めくくり。今年一年も頑張ってよかったなってそう思います。はい、ということで。あの忘年会やっていきました。どうですか、1年間振り返ってみて、ね、一言でお願いします。そうですね、1年間、まあ、頑張ってきた結果がよって成果に表れて。一言じゃないですね。全然一言じゃないですね。お食事やめてください。とにかく頑張ってよかったと、うん、この一言でつきます。いや、まだまだね、これからですから。もう一言で言わせといて水さすなよ。全然これからです。もっともっと頑張るからね。来年はさらにいい年にしていきたいなと思います。さらにね、年末年始はね、寒い時期が続きますので、体調にお気をつけて健康にお過ごしいただければなと思っております。好きな身のことはやめてください。好きな身のこと一応ね、医療従事者っぽいねことも言っとかないとね、皆さん看護師チャンネルっていうの忘れちゃいますので。どんどん要素が薄れてるから。本当に。ということで、2022年皆さんお疲れ様でした。はい、2023年もぜひ夏メンチャンネルの方よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。